有村架純の姿に、辛い、しんどい、もう無理、富士、海の始まり。視聴率好調の裏でプロデューサーが異例の懇願、みんな、辛い。辛い、しんどい、もう無理。視聴者が悲鳴を上げている重くて暗いドラマが話題を集めている。月曜9時、こと富士テレビ系連続ドラマ、海の始まり、月曜午後9時だ。 スノーマンのメグロレンが会社員の夏役で主演し、その恋人弥生役を有村架純が務めている。15日放送の第3話についてネット上では、煮えきらず言葉もよく聞き取れない主人公、メグロにイライラする声以上に、妊娠、中絶の過去がある弥生の立ち位置について、しんどすぎると同情する声が続々と寄せられたのだ。以下、ネタバレを含みます。 写真を見る胸元が、目黒連の大胆ショットまるで高校生な制服姿も。連続ドラマに詳しい放送ライターがこう明かす。衝撃のシーンが大話に登場しました。主人公の夏は、死去した元恋人の水器、古川琴音が生んだ6歳の女の子、海。泉谷セーナは、自分の子供であることを現恋人の弥生、有村に告白。 正直ほっとした。ずっと自分が殺したんだと思っていたから、とつぶやきましたが、実は弥生には妊娠し、中絶した過去があったのです。非常なセリフにやりきれない気持ちになりました。第3話では水気の母主員、大竹忍から、あなた、子供産んだことないでしょ、と嫌味を言われた弥生二22日放送の第4話の予告編では、夏に、私、 殺したことあると打ち明け、浴槽で泣きじゃくるシーンが盛り込まれた。予告編では、弥生が夏に、海ちゃんのお父さんになってほしいし、私もお母さんになりたい、と幸せな未来を語りかけましたが、夏は、待って、と返すシーンも出てきます。案の定、視聴者からは、有村架純ちゃんが、しんどすぎるよ、こんなの見ていられないじゃん。 かすみちゃんの心が心配になるドラマだ、などの声が相次いでいます。視聴者の否定的な反応に、同ドラマの村瀬健プロデューサーも自身の X で、やよいの思い、茜の思い。みんな、辛い。でも、次のロールは、じっくり、ゆっくり見ていただきたいです。ぜひと視聴者に懇願する異例の事態になっていますよ。前室の放送ライター。 海の始まりは、メグロ初の月9主演。川口春菜とメグロの共演で大ヒットした22年10月期のフジテレビ系ドラマ、サイレントの村瀬健プロデューサー、脚本家の産方カタミ青井プロ、の風間広木監督が再び集結し、完全オリジナルストーリーとして制作されている意欲作だ。風光明媚な海の景色を性質に映し出し、 極力トーンを抑えたセリフのやりとりが従来の月給との違いを際立たせている。そして、生きるとの類似点。今後、物語は一体どこへ向かうのか。指摘されているのが、有村が坂口健太郎とダブル主演した2019年放送のワウワウドラマ、そして、生きる前六話との類似点だ。岡田義和氏が脚本を手掛けたヒューマンラブストーリーで、 東日本大震災後に運命的に出会った若者男女の濃密な人生を描いている。このドラマで有村の役どころは、3歳の時に両親を交通事故で亡くした生田東子。女優を志す東子は、東京でのオーディション前日に発生した東日本大震災の後、ボランティア活動に参加し東京の大学生、清水よた坂口と出会う。 清高と遠距離恋愛を続けていた東子は、間もなく妊娠。仕事でフィリピンにいる清高には、明かさず一人で出産、子育てをする決意を固めたが、道端で倒れ病床で流産を知る。富士テレビ関係者は、両ドラマについてこう語る。そして、生きるでは東子がおじ、三井試験に、命はなくせない、と涙を流して産む覚悟を語り。 ウヨ曲折の末に別の男性と設けた女児と暮らしていくという展開です。これに対し、海野に登場する水気や弥生の境遇は、東子の人生を2で割ったような印象があります。そして、は大切な人を失う悲しみと再生が東北の美しい自然と共に描かれ、共に両親を亡くした東子と清高の生き方が家族の意味を問い直していました。海野の場合、 恋人同士の夏と弥生がこのまま結婚して海と三人家族になるというエンディングではあまりに陳腐なので今後は弥生に降りかかる葛藤や苦悩がより深刻化していくのでは視聴者の悲鳴は当分続きそうです気になるのは視聴率第1話は世帯8.0%個人4.6%ダニワは世帯8.1% 個人4.7%と微増だったが、第3話は世帯7.1%、個人4.0%と落ち込んでしまった。ビデオリサーチ調べ、関東地区。重すぎるストーリーに脱落者が相次いでいるようだが、巻き返しはできるのか。デイリー新調編集部。